ベルベル人の藤原です。本日もオンラインストアでアップされる商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お問い合わせの方は、ベルベル人ウェブストアの方に、お問い合わせください。今から商品、紹介する商品は、7月の13日、夜の21時にアップされる商品になります。よろしくお願いします。詳しくは、下の概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方をチェックしてみてください。それでは、T シャツからまず、はい、まあインパクトティーという言い方ですが、はい、これカナダのね、ビールブランドブラックレーベルという、はい、こちらもねブラックレーベルと入ってます。カナダ製でサイズがエクストララージ、はい、白ボディ、まあこのね女性のプリントが非常にかっこいいなと思ってチョイスしました。はい、後ろはね、無地です。はい、前にドーンとプリントがあります。かっこいいですね。こちら7800円に商品ですね。続いて、はい、ミケランジェロの、絵です。まあ、ちょっとこうパロってるプリントなんですが、ボディがラージボディ、はい、白で状態いいですね。白ボディ自分が、はい、ちょうどいいサイズです。はい、プリントも可愛いですね。はい、こちらも7800円に商品ですね。はい、同じくこちらも、ミケランジェロの絵です。まあ、ちょっと白ボディと今回黒ボディ選んでみました。はい、ちょっとねタグがね取れてしまってるんですが、はい、おそらくラージボディ、はい、50-50だと思います。素材はサイズはね僕ちょうどいいサイズだと思います。後ろ無地ですね。これプリントかっこいいなと思います。こちらも7800円に商品ですね。続いてバットマンですね。はい、定番ですね。これもまああのこのプリント自体もね、はい、インパクトあっていいと思います。こちらステッドマンのサイズラージ、はい、こちらもね50-50です。全体的に少し色あせてますね。はい、このプリントもうこれもね、はい、後ろちょっとね焼けてます。はい、こちらも7800円に消費ですね。はい、そして白ボディです。はい、下ベルトンのサイズラージ、はい、100パーコットンですね。白ボディのバットマン、これもね白ボディね少ないと思います。はい、ちょっとこのラージは僕少し小さめですが、後ろを無地で、はい、こちらも7800円に消費ですね。7パーです。ちょっと白黒でね今回は。はい、続いても、はい、インパクト T シャツ、オニータボディのラージですね。白ボディ、ちょっとこのプリントね可愛いなと思ってチョイスしました。こちらコペザ89年入ってます。はい、ちょうど胸元の位置でプリント、はい、かっこいいなと思います。白ボディ、はい、こちら6800円に消費税ですね。はい、続いても、こちらもね90年ちょうどのコピーライト入ってますが、フルーツオブザルーム、はい、うちのねもう定番になってますね。フルーツオブザルームの、染み込みのプリント、はい、まあ、女性のねプリントなんですが、これも可愛いなと。はい、ミディアムボディなので僕ちょっとちっちゃいんですが、これね女性がちょっとオーバーサイズでインして着ても可愛いと思います。はい、こちら7800円に商品ですね。はい、続いてこちらも、フルーツオブザルームのエクストララージボディです。白ボディ少しねポツポツ、首元よくあのダメージありますが、プリントかわいいなと。はい、こちらね、音楽のストリート、はい、ここ BB キングとかありますプリント。若干ねこの真ん中の位置に少し小穴があるんですが、はい、まあこのプリントがね非常にかっこいいかと思って、染み込みのプリントです。エクストラージちょっと言ったりしますが、はい、こちら7800円に消費税ですね。はい、続いてこちらボディがね D のボディです。でエクストララージの黒ボディ、はい、こちらまあ天使ってまあこう十字架をね持ってます。エクストララージなんでちょっとねゆったりしますが、はい、こちらね両面のプリントです。はい、非常にかっこいいかな。こちらも7800円に消費です。7%です。はい、続いて
これね、僕思わずこれはチョイスしました。ベストボディ、はい、フルーツオブザルームのラージです。はい、こちらね、一応50-50コットンとポリですが、オレンジボディ、何回かね、あのウッドストックの あれを紹介しました。こちらね、ポークストック99で、これ豚ですね、かわいいですねこのギターの上に、はい、プリント最高にいいかなと思います。後ろにもね、はい、セキュリティ、はい、こちら6800円に消費税ですね、はい、非常にかわいいと思います。はい、続いてメルシャツです。はい、こちらボディが15ハーフ、はい、で、ミディアムぐらいですね、はい、ボディが、グレーに茶色、はい、今日僕このね、オフホワイトのパンツですが、こういった切れ目のパンツでも合わせやすいと思います、はい、今日の自分のねコーディネート的にこれぐらいの色目のネルシャツで合わせてもいいかなと。ミディアムサイズなのでちょっと僕ねちっちゃいんですが、はい、状態は非常にいいです。黒ボタン、デカボタン使ってます。はい、こちら6800円に消費税ですね。はい、続いて、はい、こちらもファイブブラザーですね。サイズラージです。はい、この太めの黒赤白、はい、これ非常に僕もかっこいいと思います。うん、はい、これぐらいのね、あのデニムとも相性いいですし、はい、こういったホワイトのパンツでも、はい、非常に使えるんじゃないでしょうか。秋口、状態非常にいいです。こちらも6800円に消費税ですね。続いて、はい、ヴィンテージの、はい、マチ付きのネルです。はい、こちらのブランド、はい、JC ペニーズですね。 JC ペニーズ、サイズがね、おそらく15ハーフぐらい、僕が着てね、ジャストサイズだと思います。はい、色は綺麗ですね。白ボディに青黄色、はい、非常にね、ネルの状態もいいです。60年代ぐらいの、はい、ネルシャツ、色目綺麗ですね。はい、この黒のサラボタンも、はい、非常にいいと思います。はい、こちら、15,800円に消費税ですね。15%ですね。続いてちょっとナイキをね、いくつか、はい、こちら80年 80s ボディ、紺のサイズミディアムです。はい、まあ、いわゆるベストですね。ベスト型の、はい、フルジップです。サイズ M なんでちょっと僕はねちっちゃいんですが、はい、うん、T シャツなんかで重ねてもね可愛いかと思います。グレーと黒のツートンですね。はい、こちら6800円に消費税ですね。はい、続いてコンボディですね。今回ちょっとねこう2枚とかって続いてるのが多いと思います。同じくナイキのコンボディ 80s ですね。こちら紺にグレーです。はい、同じ形ですね。はい、ベスト、まあ、スウェットのタイプです。はい、こちらも6800円に消費税ですね。6%。続いてナイキのスウェットです。はい、こちらも同じくコンボディですね。 80s、はい、これは袖からこういう風に、はい、切り替えになってます。色がグレー、ブルー、ブラック、グレーみたいな、はい、サイズがねラージなんで僕がちょうどいいサイズです。サイズ感は、はい、後ろ状態もいいですね。はい、こちらスウェットタイプで7800円に消費税です。 7% です。続いて今の同じパターンのパーカーです。フード付き、はい、こちらも 80s コンボディのラージですね。はい、フード付きです。ラージが僕は多分ちょうどいいサイズですね。はい、プリントもね、あの刺繍入ってますし、まあ、色目非常に可愛いと思います。はい、 80s ナイキ、はい、こちらも7800円に消費税ですね。はい、7%。続いてもう一個あったんです。90年代 90s のナイキですね。はい、グレーに赤のスウォッシュ、こちらね一応黒ボディのスウェットなんですが、まあ、刺繍こちらピンクと、はい、黒の2段の黒スウェットです。
ちょっとね、全体的に色あせ感出てます、はい、ただまあ雰囲気ね非常に可愛いと思いますね、はい、90年代なんで少しこうダボっとした感じで、おそらくサイズラージサイズだと思います、はい、こちら6800円に消費税ですね、 6% です。続いて、チャンピオンのスウェットです、はい、リバースイーブではないんですが、こちらコンタグのラージ、はい、まあ、V がないタイプです。で前に思いっきりチャンピオンと入っているので、はい、結構お好きな方多いんじゃないでしょうか。ラージサイズ、まあ、僕がちょうどいいサイズです。コンボディです。はい、状態いいですね、綺麗です、チャンピオン、はい、こちら6800円に消費ですね、 6% です。続いてコンボディのミディアム、はい、ミディアムなんですが、ね、作り結構大きいです。こちら V 付きの、よく見るとね同系色でチャンピオンって入ってます。で下がですねこういう風にもうそのまままっすぐのサイドこう割れてるタイプですね、はい、ロンティーとスウェットのこうちょうど間みたいな、はい、ミディアムなんですが結構大きめです。これでダボっと女の子着ても可愛いと思いますね、はい、オフホワイトですね、状態いいです、はい、これ変わってますね、可愛い。こちらも6800円に消費税ですね、 6% です、はい、続いてこちらもチャンピオンです。コンタグのエクストラージ、ハーフジップタイプです。まあもちろんチャンピオンマーク入ってません。文字も。まあ、無地タイプですね。はい。ラージ、僕がちょうどいいサイズです、うん。ちょっとこういったね、香り立てのチャンピオンもね、面白くていいと思います。こう、なんかラウンドされてます。はい。状態いいですね。こちらも6800円に消費税です。6% ですね。変わり種チャンピオン。はい。続いて、ラルフローレン。ラルフローレンのエクストラージです、はい、これにまたね霜降りのグレー非常にかっこいいですね。これ V です、前 V、 エクストラージちょっとゆったりしますが、これダボっと着ても可愛いと思います。ラルフのこういったね、色合いすごく上手だと思いますね。これかっこいいですね、はい、前 V スウェット、はい、グレーです、うん、ちょっとこうヴィンテージの雰囲気はいいですね、はい、こちらも6800円に消費ですね、6% です。はい、続いてこちらもラルフローレン、はい、サイズミディアムです。はい、黒のねスウェットタイプ、スウェットタイプでジッパーの、はい、ダフルコートみたいな紐取って、まあいろんなデザインが混じってます。袖にねエルボー付き、いわゆるフードですね、なんかサーマルもついてます、はい、まあこれから秋口とか可愛いんじゃないでしょうか。黒ボディミディアム、僕はね多分ジャストサイズです、はい、こちら状態もいいですね、はい、サイズミディアムで7800円に消費税です、ラルフローレン、はい、続いてこれもねファーマーズジャケット、はい、こうコーディネートのね、ショートタイプのジャケットなんですが、はい、ワッペンついて、はい、こちらファーマージャケットオフィシャル、でこちら背中はねこういったチェーンステッチ入ってます。まあたまにね古着屋さん見かけるんですが、これサイズが小さいのが多いんです。これね結構大きいんですよ、42ぐらいあります、はい、僕が着てもねちょっとこうゆったりするぐらいの、はい、非常にコンディションもいいです、はい、こういうのファーマージャケットチェーンステッチ入ってます。こちら、61年ですね、60年代12,800円に消費税ですね、12%。はい、続いてこちら70年代ぐらいなんですが、いわゆるブラックの、ね、テーラーのジャケット、はい、これツートンです、赤と黒のツートン、はい、サイズがね34、ちょっと僕はね若干小さいんですが、はい、ちょっとこうワークジャケットといいますかね、はい、黒に赤ツートン、これねほぼデッドストックの状態です、はい、テーラードいいですね、はい、結構デニムとかと合わせても綺麗かもしれません、はい、70年代のブラックツートンのテーラード、はい、ワークジャケットですかね、こちら9800円に消費です、 9% ですね、はい、続いてこちらパタゴニアです、はい、
サイズがね XS、 ちょっとね僕はちっちゃいんですが、はい、このツートンのナイロンです、ハーフスナップの状態非常にいいですね、はい、僕も最近ねちょっと走ったりしてるんですが、こういったので軽く羽織って、走られてもいいと思います、はい、状態は非常にいいですね。中のタグも全部残ってます。はい、こちら残ってますね。サイズ XS のパタゴニアで、こちら6800円に消費税ですね。はい、続いてもパタゴニアです。はい、こちらサイズエクストララージ、はい、こちらも、ハーフジップで前スナップで止めるタイプです。まあ、エクストララージなんで少しゆったりしますが、はい、赤ボディ結構ダボっと着ても可愛いかと思います、はい、こうフードでね、ナイロンの状態もいいですね、はい、こちらも中のインチが、はい、ありますね。95年スプリング、はい、95年のプルオーバータイプですね、はい、パタゴニアこちら7800円に消費税です。 7% ですね。はい、続いてナイロン、こちらもねナイロンパーカーなんですが、はい、こちらエディバウアーです、はい、こちら中に内側ですね、はい、サイズスモールです。エディバウアー、はい、こちらにもストームシェード、はい、こういったタグついてます、うん、状態いいですね。スモールサイズなので僕がこの辺のナイロンだとねジャストサイズベージュで合わせやすいと思います。非常に状態もいいですね。はい、こちらも7800円に消費税です。7%、エディバウアーです。はい、続いてはノースフェイスです。はい、こちら90年代ですね。ブルーの、はい、デカタグです。サイズミディアム。はい、こちらはゴアテックスかな。青に緑ですね。内側。ミディアムサイズ、はい、これ僕がちょうどジャストサイズです。で、非常にこれもねナイロン状態いいですね。多分秋口とか使えるんじゃないでしょうか。非常に、はい、しかもボタンもねこの黒のスナップボタンかっこいいですね、はい、袖口のノースペースが若干ね薄くなってますが、はい、シェルの状態まだいいです。ノースペースサイズミディアムこちらゴアテックスで7800円に消費です。 7% ですね。続いて、はい、こちらはねゴアテックスパーカーですね。迷彩の、はい、一応デッドストックでサイズがミディアムショート、はい、フードでファーもついてます、はい、もうデッドストックの状態なのでもう、はい、ピンピンです。ミディアムショートってね僕が、はい、まさにちょうどいいサイズです。ショート丈なのでね逆に着やすいですし、はい、ゴアテックスのカモですね、はい、デッドストックこちらで19800円に消費税19%ですね、はい、ブーツとかにできます。こちら革靴、はい、チャーチです。チャーチの、いわゆるウィングチップですね。サイズが、10ですかね。内側ユーズドですが、はい、まだまだ履ける状態だと思います。うちの方でね軽くメンテナンスといいますか、はい、オイル塗ってます。状態いいですね、はい、紐がちょっと変えられてるかもしれませんが、この辺はねまたね茶色い紐とかに変えてもらっていいと思います、はい、サイズが10ですね。こちらチャーチ12800円に消費税です。 12% ですね、はい、続いてブーツです、まずはこちら、はい、オールドのねチペアです。こちら内側のタグ見ていただくと、オールドのチペア、こちら、デッドストックになります、はい、グッドイヤーですね。ペコスブーツ、はい、このねもう茶色の雰囲気もめちゃめちゃいいですね。革質も相当いいです。サイズが、10ハーフの D、 ちょっと大きめですね。10ハーフの D、 でもなかなかね日本はだいたい9ハーフぐらいしかね入ってないと思いますし、やっぱ10ハーフとか大きい足大きい方で、ね、探すの大変だと思います。はい、トゥーもスチールも入ってないタイプ、こうシュッと細くて
綺麗ですね。ソールもまだ全然綺麗です、はい、こちらオールドチペアのペコスブーツ、サイズ10ハーフです、はい、こちら25,800円に消費です。2ゴッパですね、はい、そしてこちらレッドウィングです。こちらはね、こちらもデッドストックです、はい、これ古いですね。80年代ぐらいのタグでしょうか。内側にこちらもペコスなんですが、はい、こちらねスチール入りです。スチール入りのペコス、はい、こちらもサイズが10ハーフの D ですね、はい、ちょっと足ね29センチぐらいの方ちょうどいいんじゃないでしょうか。僕が普段ね9ハーフとかなので、ちょっとねレッドウィングの10ハーフが大きいんですが、ただね普通のねペコスと違ってスチールが入ってるので、ちょっと先がねポコンと丸くて可愛いです。そしてこれね、前の持ち主なのか、ソールを交換してます。はい、このビブラムソールに、このビブラムソールね軽くて非常に、はい、歩きやすいですし、僕も以前ねこのタイプのブーツ持ってました。はい、非常に使いやすいです。この茶色のね、あの色の感じも多分今の雰囲気と全く違いますし、オールドの茶色でこの黒のソールつけてます。非常に軽くてね、また履きやすいと思います。こちらレッドウィングのペコスブーツ10ハーフで、こちら29,800円に消費です。2キュッパですね、はい、今回ですね、こちらのバッグたちをご紹介したいんですが、こちら、以前ね出されたナイキクロニクル、はい、こちらデラックスっていう、はい、もちろんナイキのねランニングスニーカーいっぱい載ってます。この最後の方にですね、実はもちろんオールドのねバックのページがあります。はい、ちなみに今回、はい、こちら、はい、この下に載ってますね。そしてこちら筆記体、この上です。こちら後ろをごつらい、はい、そしてこちらここですね、はい、後ろもごつらい。ちなみにこの3つそのまんまオンブックのこれ現物です。はい、この3つが今ここにあります。そのまんまですね、これに載ってるものです。いわゆるオンブックですね、はい、まずは黒から、はい、このボストンタイプのバッグです。はい、こちら筆記体でゴツナイキ状態いいと思います。ジッパーも、はい、ちゃんと綺麗ですね。はい、大体ねこの取っ手のこの辺のレザーが少し切れちゃうのはね、もうこれ仕方ないんですが、全然まだまだ使える状態です。はい、綺麗ですね。少しこの汚れはあってもね、まだまだ、なかなか最近こうやって筆記体のねナイキのバッグとかも出なくなりました。はい、この黒ベース、こちらで35,800円に消費税、3ゴッパです。そしてこちら、まあ、肩からかけてるタイプですね。はい、風車ナイキ赤ベースです。これもね状態いいです。反対が筆記体、はい、ジッパーもねすごい状態いいですね。はい、中も綺麗です。ほとんど使ってないんですから、デッドストック状態です。はい、こちら風車と筆記体赤のバッグで29,800円に消費です。2キュッパですね、うん、なんか安い気がする。そしてこのブラウン、これはねうちでもそんなに扱ったことないです。このブラウンの筆記体、はい、後ろがゴツナイキブラウン、こちらもねやっぱちょっとこの取っ手のここぐらいですかね。はい、でもあとまだ状態はいいですね。これも綺麗です。はい、この茶色はレアだと思います。はい、こちらオンブックのバッグで、こちら39,800円に消費税、3キュッパです。はい、ナイキ好きの方ぜひ。続いてヴィンテージいきます。デニム、今回はですねちょっと505を、紹介したいなと。はい、こちら、505の、いわゆるスモール、シングルステッチですね。はい、パッチは割れてしまってますが505のスモール E です。でシングルステッチ、はい、トップボタン胴ボタンですね。はい、ジッパー42タロン、はい、66前期
はい、と同じです501の。これね色落ち非常に綺麗です、はい、サイド一応ね耳はついてないタイプです。はい、サイズがですね、あの31の31、3131です、はい、ちょっとね綺麗にヒゲも出てて、はい、まあ、あのこれから夏ね合わせやすいんじゃないでしょうか。66前期の505ですね、はい、後ろも全体的にこう移動してて、特にね大きいダメージはこの裾口少しだけ直してるぐらいですね。またも、はい、そんなに問題ないです。こちら綺麗な色落ちです。505もねなかなかいいサイズ出なくなってきたので最近、はい、505の、シングルステッチ、はい、こちら3131で29,800円に勝利です。29歩です。はい、続いてこう色落ちねものすごいです。こちら505のビッグイです、はい、パッチも505ちょっとね読みづらいですけど505ビッグイですね、はい、サイズ表記はちょっと読み取りづらいんですが実寸3333です。ウエストが33、レングスも33、若干ね、まあ、僕なんかもレングス若干長いんですが、ただこの色落ちがね、はい、ものすごいです。こちらも耳はついてないタイプですね。ただもうインディゴのねこの濃いところと、いわゆる落ちたところメリハリがしっかりしてます。で股のこの辺が少しねダメージあったりとかはポロポロしてますが、はい、このヒゲと後ろもですねちょっとこう蜂の巣とかうっすらと縦落ちがすごい綺麗ですね。これ、はい、色のまだ濃いです、はい、こちら505ビッグイ3333実寸です。こちら69,800円に勝利です。69歩ですね、はい、続いて、はい、昨日もねちょっとねペンキの505を紹介させていただきますが、これもねかなりインパクトあります。こちらも505ビッグイです、はい、こちら大文字の505 3633、はい、3633実寸もですねこれ3633です。同じくです505大文字でこちらもビッグイですね。この大文字やっぱいいですね、はい、状態はねデニムの生地自体全然ダメージないです。こちらも耳なしのタイプですね、はい、ただもうこのペンキこれ僕が飛ばしたわけじゃないです。これもともとこのペンキはついて入ってきました、はい、ちょうどねヒゲもいい感じに出てます。それでこのペンキ、はい、膝にね少しだけリペアは入ってるんですが、はい、全然綺麗に直してます、うん、非常にかっこいいですね、はい、ペンキ好きの方ぜひ3633の実寸です、はい、505ビッグイー、こちらも69,800円に勝利です。69歩ですね、はい、はい、続いてこちらも505ビッグイー、はい、これもね綺麗ですね状態、はい、色もいい感じにこう冷え出てます、はい、後ろもちょうど裾がね、チェーンステッチまだ残ってます。そして今回の505の、はい、耳付きです。いいですね505耳付きも最近少ないですね、はい、ビッグイのウエストはね、チェーンステッチチェーンステッチなんですが前も、はい、ただ後ろのアーキュエイトがこれ黄色使ってます、はい、パッチは取れてしまってるんですがおそらくね F タイプとかタイプものの年代あたりじゃないでしょうか。ここのやっぱねステッチが黄色っていうのはいいですね、はい、505でも初期の頃です。こちら実寸が3332、はい、ウエスト33、レングス32です。33ねこれ僕がねジャストサイズです、はい、レングス若干長いんですが、はい、実寸3332です。色いいです完璧ですね。こちら505のビッグイ初期です、はい、3332で79,800円に勝利です。79パーですね、はい、505スペシャルです今回は。続いて、はい、こちら最後はスペシャルです、いわゆるワークパンツです、まあ、黒、いわゆるストライプ縦のねストライプのワークパンツ、こちら1930年代のD です、はい、ハウスマーク、この黒の、ね、ハウスマークいいですね、はい、ウエスト実寸で31の3、レングス30です、
ちょっとねワークお尻にこうリペアが入ってます。はい、ただね少しこうすれはあるんですが、この黒のパンツねなかなかないですね。他のブランドでもねたまに見かけますが、はい、中にあの、ステフィのスタンプとかあります。これはねスタンプとかないタイプです。はい、ユーズドでねいいんですが、このサイズ感がいいと思います。僕はちょっとちっちゃいんですが、はい、3130リーのスペシャルです。ハウスマーク30年代の、ワークパンツ、3130でこちら19万8000円に消費です。19%ですね。リー好きの方ぜひ。今回ご紹介するのは以上になります。お店の方でですね、買取と委託販売を行っております。お問い合わせいただければ私が対応いたしますのでよろしくお願いします。あとベルベル人の方でスタッフ募集しております。履歴書とあとお店の方にお問い合わせいただければ対応いたしますので、そちらの方もよろしくお願いします。